はい、どうも、カンパイン長です。じゃあ、この動画ではね、まあ、コロナ対応、マスクの件ですかね。まあ、岸田総理ですよね。ふみくんがまたなんかね、この批判を受けて、ね、批判を受けるのはまあいいとして、その後ね、批判を受けちゃったもんだから1日で方針転換っていう、そういうなんかもう、みっともしょっぱくさい話からいきましょうか。こんなことばっか繰り返してますけど。こんなんでよく支持率高えとか嘘こけるよな、本当な。で、まあこれマスクの件、これニュースは多分見てご存知だと思いますけど、まあ一応ね、内容の確認ということで、岸田総理がマスク着用見直しに言及、どこまで緩和できるか考えるんだって。岸田総理が13日日本テレビの番組で新型コロナウイルスの月内の感染状況を見極めて6月にも行動制限を緩和する方針を改めて示した上で、ね、まあ6月からほらね、外国人団体観光客もね、続々来ますからね、また日本どえらいことになると思うよ。で、マスクについてもその流れの中で論点の一つとして考えなければいけない。どこまで緩和できるかしっかり考える、考えるだけかと述べたと。総理がマスク着用緩和の可能性に言及したのは初めてで、で総理はまた水際対策について大きな関心は、外国人観光客にいつからどれだけ入ってもらうか、ね、金のことしか考えてないですね。我々日本国民の安心とか安全とかはね、全く考えてないってことですよね。だって水際対策についてまず外国人観光客ってよく言えるよな。そもそもが我々日本国民を守るための水際対策じゃないの？できれば近いうち実証実験やって、準備を進め、前倒しするみたいですこれ。来月以降に備えていきたいと語り、月内に、5月中に団体ツアー実証実験を行う考えを示したと。ね、こっち方面はね、外国人とか外国企業とかね、外国向けにはもうなんでこの決断と行動が異常に早いの？我々日本国民のためにはね、検討中でごまかしてばっかりなのに、おかしくね？嫌になっちゃうよね、この内閣、ほんと。もう、ここまでこのくる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 、コロ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 、ね、このひっくり返して、ひっくり返して、ね、こんなことばっか繰り返してると、なんかもう、根っからの詐欺師かなんかかなって思っちゃいますよね。毎度毎度の手のひら返しでしょ？責任感とか、ね、なんかその自分の発言とか行動に対するこの責任とかさ、本当の意味でのこのプライド、誇りみたいなものが何にもないんでしょうね、この人って。支離滅裂すぎますよ、さすがに。こんな普通に民間、ね、このサラリーマンとかさ、ね、民間の人だったらね、もう首か左遷レベルでしょ、こんなね、おかしなことばっか繰り返してたらさ。ね、しかも論理的な発言でも何でもなくて個人的な感情論だったのかよ。ね、一国の総理、首相が言うことやることじゃないよな。ね、我々日本国民の猛批判、ね、猛反発、大批判を受けての手のひら返しですから。まあおそらく選挙のこと気にしてのね、まあ手のひら返しだったと思いますけどもね。あまりにも拘束じゃないですか。もうずっとですけども。では、そんなね、日本に対してこの台湾からね、まあ警告じゃないですけども、今これね、コロナの状況、この世界の他の国地域と比べてっていうのは、あんまりもう僕も動画でね、お送りしなくなっちゃったんで、あれなんですけどもね、新型コロナのね、この台湾の1日のこの新規感染者数ですかね、1日のね、新型コロナ感染者数が、台湾が6万5000人超えてんですよね。これが13日。だから昨日、一昨日の状況です。すごいですよね。12日も6万人超えてたんで、いつの間に台湾そんなことになってたのって、ちょっと不思議に思ったんですけども。で、日本もね、これ人事じゃないんですよ。ね、急いでもう一回水際対策。ね、これもう締め直さなきゃいけないタイミングなのに。ね、岸田内閣は、なんかもう6月からはもろもろ緩和する、ね、外国人団体観光客も受け入れたいっていう方向でしょ。アホかと。いやー、これ結構大変なことになるんじゃないかな、そのままその通りに流してっちゃったらね。で、まあこの台湾の、ね、衛生福祉部、衛生福利部だっけな、日本のこの厚労省みたいな、そんなところが、中央流行疾
病センターみたいななんか指揮所が、まあ、12日新型コロナウイルス感染者の新たな、域内感染者 65,385 人確認したと発表。前の日から8000人増えて8197人で、初めて6万人を超えたと。で、域外感染者が61人、亡くなった方が17人だったんだって、うん。でね、この5月13日の時点での、1日の新規感染者比較ですけども、一番多いのはアメリカで9万人で、2位がドイツで8万人で、3位に台湾の6万人で、4位がオーストラリアで5万人で、日本は5位で4万人なんですよ。増えてんですね。まあ、これはまあ連休明けのっていうのが、だん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 出てきますもんね。2週間後ですから。で、6位がイタリアで3万人、フランスも7位で3万人。で、8位がトワルハントのあの国でやっぱり3万人なんですよ。ね、いつの間にかまたね、落ち着いたことになってるんですよね。トワルハントのあの国もね。うん。で、9位がブラジルの2万人っていう、そういう状況なんですよね。うん、でどうやらこれ中国人の動きが関係してるっぽいんですよね、うん、でもちょっと思ったんですけど、なんかアメリカ軍のさ、ね、なんかこの特殊部隊が台湾入りとかしてませんでしたっけ。あれは関係ねえのかな、どうなのかな。まあどこの国もね、一度はなんかそういう状況が回ってきているような気がするんですけどもね、うん、日本からもこのゴールデンウィークに台湾になんかこう旅行に行った人っていませんでしたっけね。うん、まあでもどうだろう、日本国内でもてか全世界的になんかもうただの風邪だから気にすんなよみたいな、なんかそういう風潮じゃないですかね。なんか日本でも去年、一昨年とかなんか第一次、なんだっけ、ロックダウンじゃない、あれなんて言ったっけ、もう単語忘れちゃうぐらい、もうなんか昔の話のように、なんかもう東京、この港区六本木もなんかほぼほぼゴーストタウン化したの。あれなんて言いましたっけね。もうなんかフレーズっていうか単語忘れちゃったんですけど。あの頃に比べたら、ね、なんかもう全然緩いっすよね。危機感というか、なんかそういう緊迫感ないっすよね。うん。まあとりあえずなんかこの台湾みたいに一旦鎖国みたいなことしてさ、ね、感染者数ゼロ維持してきてると、まあ、最後の方でこのオミクロンみたいな、今なんかオミクロン2みたいなやつでしたっけ、なんかこれもなんか名前忘れちゃいましたけども、まあ、なんかこう最後の方で一気に広がっちゃうのはもうこれは流れとして仕方がないのかな。てか世界中どこの国もなんか昔ほどもう気にもしてないですよね。うん、台湾人口が2300万でしょ、うん、だからまあ逃げ切ることはできなかった、てか単にウィズコロナに切り替えただけなのかなね。確か昨日とかハワイとかでね、5600人とかでしたっけ。ハワイ行きてえなーっていう日本の人もね結構たくさんいらっしゃると思いますけどもね、うん、まあ、ただの風邪のはずなのに感染力が強いのが、ね、僕は個人的にちょっと心配なんですけどもね。どうなのかな、日本国内で、ね、仮にこの感染者数維持したまま、ね、どんだけの期間日数経ったら、ね、国民のこの何分の1が感染とかっていう状況になるかな。日本でもどうなりますかね。この岸田内閣のこのね、この対コロナ、コロナ対策、ね、なんかやっぱり信用できないんだよな。ね、とにかく岸田内閣はもうことごとく信用できないんで、うん、これもちょっと我々日本国民がそれぞれ、ね、自分でも気をつけても、まあ、個人レベルで気をつけてもどうすることもできない場合もありますからね、うん、かなわんよな。もうちょっと僕個人的にはおとなしくしてようかな、引きこもったまんま。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。